主役のケンさんとピアニストの黒尾由美子さんをお呼びいたします。どうぞお入りください。お二人のご紹介はチラシにですね詳しく、紹介が載っております。したがって今日は私何も申しませんが、ケンさんちょっとご挨拶なさいますか。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。皆さんのおかげで6年ぶりにリサイタルを開くことができました。今ステージの袖でピアノの黒尾由美子ちゃんに6年ぶりで夢みたいねって言いましたら、彼女は私の腕をギュッとひねりまして、痛いですかって言うから痛いって言ったらですね、じゃあ夢ではありませんっていう気合い入れました。気合い入れて歌いたいと思いますが、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは早速歌の方に参りたいと思います。最初はですね、第1部は北原白秋の作品から4曲お送りいたします。北原白秋、皆さんご存知のように、素晴らしい詩をたくさん残しておりますけれども、彼ほどですね全国各地に、いわゆる文学碑という記念碑を残している、詩人もおりません。全国で73箇所も残しております。その中から代表的な歌をですね今日は健さんの解説とともにお聴きいただきたいと思います。それでは健さんよろしくお願いいたします。今日最初に歌いますこの道、それからカラタチの花、この中にはそれぞれ一箇所ずつ過去形があります。この道の第三節、お母様と馬車で行ったよ、ここだけが過去形なんですね。お母様という言葉、そして行ったよという過去形で、私たちはふと幼い日々を思い出すのですね。それからカラタチの花にも、一箇所あります。カラタチの第5節にカラタチのそばで泣いたよ、突然泣いたよ出てきます。その次にみんなみんな優しかった、ここだけが過去形になっているわけですね。山田耕作と北野白秋が一緒に仕事をするようになりまして、あるお酒が入った宴席だったそうですが、山田耕作が突然、僕はカラタチに悲しい思い出がある、10歳の時に父を亡くした、自衛官という夜学のある印刷工場に働きに出た、その自衛官の敷地は1万坪あって、その垣根は全部カラタチの木だった、先輩の職工から足蹴にされたり意地悪されるとカラタチの木のそばまで逃げ出して涙を流した。そうした時、祖母の畑で働いているおばさんたちが優しくしてくれた、カラタチのそばで泣いたよ、みんなみんな優しかったというのはこのことなんです。ではどうしてそこだけ優しかったと過去形を使ったかといいますと、おそらく白秋は山田耕作の9歳の時に戻って、10歳の時に戻って、慰めてあげたかったという気持ちが過去形を使ったのだろうと思います。そのことにつきまして山田耕作は、自叙伝の中でこのように書いております。秋になると私の目は輝いた、カラタチの実が色づくからだ、初めは酸っぱくむせ返るほどだったが、慣れるとなかなか良きものだった、ことに生野菜と一緒に食べると下手なサラダより相当いい味だった、印刷工場で先輩の職工に乱暴されると私はカラタチの垣根まで逃げ出し、人に見せたくない涙を流した、そうした時は畑で働いているおばさんたちが優しくしてくれた、カラタチの白い花、青いトゲ、そしてあの丸い金色の実、それは自衛官生活における私のノスタルジアだ、そのノスタルジアが白秋によって詩となり、あの歌となったのだと書いております。カラタチのこの道とカラタチの花、続けて歌います。
この道をいつか来た道、そうだよ、アカシアの花が咲いてる、あの丘はいつか見た丘、明治44年26歳の白秋は思い出という詩集を刊行します。上田敏が柳川の詩人北野白秋を崇拝とするまで崇拝すると言いました。そして明治文豪10傑選の詩の部門で
ダントツの得票数を獲得して一躍詩壇に躍り出ます。ちょうどその時隣に住む人妻の敏子さんが夫から虐待されていることへの同情から不幸な恋愛事件となりまして、貫通罪で訴えられて市ヶ谷の未決館に2週間拘留されます。示談が成立して出てまいりますが、若くして示談の長寿となった白州への世間の風当たりは強く、豪豪たる非難を浴びます。死を決意して白州は木更津に渡りますが、死にきれずに岬に渡ってまいります。どんなに突き詰めても死ななかった。死ぬにはあまりに空が暖かく、あまりに太陽が眩しかったと書いております。この時芸術座の音楽会のために依頼されたのがこの城ヶ島の詩であります。白州の最もつらい一生の中でつらい時期であります。利休ネズミの雨が降る、利休ネズミの雨、小さい頃これを聞いた時に、城ヶ島って変なとこだな、なんかちっこいネズミが雨から降ってくるのかなと本当に思いました。これは緑がかった、くすんだ、灰色の、非常に、鬱陶しいというかくすんだ色であります。忍び泣きとも言います。一遍船はゆくゆく通り屋の花、通り屋の花というちょっとわからない言葉を使います。通り屋の花という言いますのは、昔大きな離れ岩がありまして、岸と離れ岩の間を海流が速い流れで流れている。つまり通り屋という言葉を作ったのは、この暗い辛い時期が早く通り過ぎてほしいという願望が通り屋という言葉を使ったのだろうと思います。そして、船は歌は船頭さんの心意気とありますが、その前に、おかけ船そのものが白州の人生、乗ってる、主に帆上げた主の船とありますが、このおかけ船が濡れていると濡れた帆上げたってありますが、おかけ船が濡れたらどうにもならないんですよ。人生白州の最悪の状態をそこで表現しておりますが、続いて歌は船頭さんの心意気と、きっと自分は詩歌の道で、立ち直ってみせると意気込むのでありますが、日は薄曇る帆はかすのと、また気が沈むのである。白州の人生の最もつらい時期、そのつらい時期のことをそのまま表したのが城ヶ島の雨であります。城ヶ島の雨を歌います。薄曇る船は
去来につきましてはプログラムの後ろに解説を載せておりますので省略いたします。拍手の作品から4曲聴いていただきました。健さんは言葉といいますか詩を本当に大切にする方なんで、本当にあの北原白秋の歌なんかはですね、本当にこう、心に響いてくるということで、本当に素晴らしいと思います。特にあの最後の帰去来はあまり皆さんも聴いたことないんではないかというふうに思っておりますけれども、本当に大変いい歌でした。まあ、それにしてもですね、健さん朗々と歌いますけれども、朗々とまた語りますね。あれだと総合司会私なんかいらないんじゃないかなというふうに思いましたけれども、まあでも合間にですね少し水を飲んだり休んだりしますので、そういう時にですね私が少し時間稼ぎをするということになっております。この次第2部はですね国民歌謡を聴いていただきます。国民歌謡といいますのは昭和11年から16年にかけて、その頃、まあ、わけわかんない歌といいますかですね、いろんな歌が流行ってたんですけれども、
もう少し家庭で歌える明るい健康的な歌を普及させようということで、新しい歌をですね毎日5分間ほどラジオで流してた、そのラジオ番組だったんですね。でそこからいい曲が随分出てきてます。で、戦後はラジオ歌謡というふうに、言われたそうなんですけれども、今日はその中から珠玉の4曲ほど皆さんに聴いていただこうというふうに思っております。それではもう体調整えましたでしょうかね、呼んでまいりますのでお待ちください。すいません、あの6年経つとこんなに足が固まってしまうものかと思って愕然としておりますが、あのずっと立って歌ってますと足の筋肉固まっちゃうんですね。もう私も後期高齢者でございますからやむを得ないと思います。ちょっとあの見苦しい点があるかも分かりませんがお許しください。昭和19年の夏、フィリピンのマニラで2人の日本の兵隊さんが出会いました。2人は同じ出雲市の出身ということで大変仲良くなりました。一人は衛生兵の、山の、飯塚昭一さんで、もう一人は軍属の山内達次郎さんという方なんですね。二人大変仲良くなったんですが、最後のその秋、最後の病院戦で、飯塚昭一さんは日本に帰りました。山内さんは残りました。それから31年後の昭和50年の夏に出雲市に一つのヤシの実が打ち寄せられました。拾った方がよく見ると出雲市ところから、陸軍伍長飯塚昭一君と書いてありました。飯塚さんを訪ねて開けてみると一通の手紙が出てまいりました。山内さんからのもので、私はこれからジャングルに入って敵と戦いますと書いてありました。山内さんがこの手紙をヤシの実に託したのは、おそらく当時国民歌謡として日本中誰でも知っていたヤシの実の最後の言葉、いずれの日にか国に帰らんというこの思いをこの手紙に託したんだろうと思います。ヤシの実、このヤシの実は今靖国神社の優秀館という記念館で展示されてあります。ヤシの実を歌います。
昭和14年北海道阿武田郡真狩村から八島秀明さんは作曲家を志して上京してまいります。ちょうどその時作曲家として独り立ちしたら結婚しようという女性がいました。ところが上京して間もなくその女性が亡くなったという知らせを受けます。傷ついた心を引きずりながら鎌倉の由比ヶ浜を歩いていました。ふと足元を見ますと桜貝の一片が落ちておりました。我が恋のごとく悲しや桜貝片平のみの寂しくありてと歌いまして、友人の土屋嘉条さんにその短歌を見せてこの詩が出来上がり、作曲されたのは昭和15年です。ところが昭和15年翌年日本は太平洋戦争に突入する軍事体制下にあってこの歌が歌われるはずもなく、この歌が発表されたのは昭和24年の7月のラジオ会、大変評判になりました。ちょうどその時八島さんは麻美の歌も作っておりましたので8月のラジオ歌謡として発表いたしました。桜貝の歌、麻美の歌、続けて歌います。Oh, no.
昭和40年の沖縄 琉球ラジオ放送のホームソングとして発表されたのがこの芭蕉布であります。沖縄の方々はそれ以来これを復興の歌として頑張って日本復帰を目指しました。今でも沖縄の方々のアイデンティティを表す歌であります。和島内名というのは沖縄ということです。歌詞カードを見ますと沖縄と書いてその横にウチナと振り仮名があります。ですからウチナというのは沖縄ということであります。最初にトスティのセレナータを歌います。これは私が高校3年の時に先生に連れられて岡城市の上で人の前で初めて歌った時の歌がこのトスティのセレナータです。ですからもう60何年前の、初めて歌、久しぶりに歌います。La lampada s'accende
serenata, la mia diletta è sola, ma sorridendo ancor desa sonata, torna a prendere in suola. Oh, serenata buona, sogna sull'ino per vento sulla fronda e amarci mier che s'ancora unido la mia signora bionda. Sogna sull'ino l'onda, sogna sull'ino l'onda, ora osserva イタリアの歌ってまして気がついたんですが、イタリアの歌は割とこう自由にあっち見たりこっち見たりこう割と自由にできるなと思います。日本の歌は割とこう真面目真正面自由とそこで今日は僕初めてこのホールで歌いますが、どうもそのサイドの方はお気の毒なような気がするんで、私ずっと前ばっか向いてこっちなんか別に無視してるわけじゃありませんけど、ホールがこういう作り方になっておりますから、そこであとイタリアの曲2曲こっちとこっちを中心に歌いますから、どうぞよろしくお願いします。Non darmi più dolore.
次に歌いますマンマは第二次大戦でイタリアの少年兵が戦地でどうして僕はお母さんとこんなに遠く離れて暮らさなきゃいけない、この歌が僕の歌がお母さんの飛んでって僕はお母さんとずっと一緒に住みたいよせっせっと歌います。この歌を聴きますとイタリアのお母さん本当に泣きます。ある時昔ラカベラさんっていう青年とイタリアで知り合ってでご両親日本に連れてくでお会いした時に私が歌を歌ってるでラカベラさんのお母さんは曰く私の父親カルーソーのステージマネージャーでしたっていう、それでぜひ聞きたいって言ってこのマンマを歌って本当に泣き出しちゃったんですね。だからイタリアのお母さんにとってもとても切ない歌がマンマであります。ソーネを3曲聴いていただきました、イタリアのお母さんは泣いたそうですけれども日本のお母さんはあまり泣かないんでしょうね。私2週間ほど前にケンさんと打ち合わせのために、練習にお付き合いいたしました、新大久保のスタジオで練習してたんですが、まず1時間半ほど先ほどの仲間とですね、鈴木純さんの3曲を練習してその後ご自分の歌を、ピアニストの黒尾さんと2時間ほど練習したんですけども、その間ずっと立ちっぱなしなんですね。本当にタフだと思いましたね。足の状態はあんまり良くないんですけれどもずっと立って練習されてたんですね。でその間もう立ってらっしゃるんですけども、実際その時はですね、もうほとんどケンさんは壁に向かって歌うだけでですね2時間もう今日の歌を2回繰り返して歌ったんですね。で楽譜を見ましたらですね、ケンさんの楽譜を見ましたら余白の上の余白のところにきちっとした字で正の字が何十個って書いてあるんですね。でケンさんこれ何ですかって伺ったところ練習の回数だって言ってました。ですからこのリサイタルのためにですね同じ曲を多分400、500回以上は歌ってると思います。でこの道ですとかですね工場の月だとかそういう曲は多分1000回以上歌ってるんじゃないでしょうかね。ですからその練習する時も全然楽譜見ません、言葉もですね情景も情感も全て、
頭と体の中に切り刻まれてる、刻み込まれてるっていう感じですね。あのこの情熱がどこから生まれてくるのか不思議なんですけれども、しかもですね80を過ぎて情熱が劣らないというところがですねものすごいなというふうに私感動しました。大変恐ろしい方だなというふうに思っております。それでは最後のステージになりますけれども、健さんの最も得意とする日本の歌曲の中から、これも珠玉の4曲を聴いていただきたいというふうに思っております。それでは健さんお願いいたします。それから先ほどご紹介申し訳なかったらなくですね忘れてましたけれども、ピアニストの黒さん、サウンド友の練習にも付き合っていただきました。聞くところによりますと黒さんはですね日本一敬老介護の精神の持ったピアニストだそうでございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。工場の月は日本歌曲の第1号と言われております。明治33年滝廉太郎22歳の時の作品であります。明治33年といいますと西暦ちょうど1900年にあたります。113年経った今日においても日本の歌を代表する名曲であります。この工場の月につきまして司馬太郎さんは明治という国家という本の中で明治4年の廃藩置県によって当時家族を含めると190万の士族階級が一夜にして職を失い崩壊しました。時の明治政府は士族の心の拠り所である、またその象徴である城に彼らが立てこもって反抗されては困るということで全国274藩の城を次々と取り壊していきました。つまり工場の月は廃藩置県への挽歌、投歌、鎮魂の歌ではないかと書かれています。封建社会の幕藩体制から近代国家としての日本が生まれ変わろうとするその節目の時に礎となった人々への鎮魂の歌として歌います。
卓木の刺繍は一躍の砂、悲しき玩具が大変有名ですが、その一躍の砂は551首ありました。その冒頭を飾る歌が皆さんよくご存知の東海の小島の磯の白砂に我なき濡れてカニとタンで、これは我を愛する歌という章の中に入っています。その6番目にあるのが砂山の初恋であります。初恋歌います。
今日最後の歌になりましたが、カラマツは野上彰作詞、小林秀雄作曲の名曲であります。小林秀雄先生、まだこれは女性合唱で割と広まって、独唱曲となったのは女性合唱ができた後だったと思います。昔私は共立女子大の合唱団を指導しておりまして、まだ楽譜が出てない時に小林秀雄先生のお家へ金町に、今は向島ですが、その当時は金町になりまして、お伺いして楽譜をもらいに行きました。小林秀雄先生は大変ピアノの名手であります。で、私が割と高い方出るもんで、ちょっと歌ってごらんって、普通のところ音域で歌ったら、ああ上が出るねってどんどん上に上げちゃう、バンバンどんどん上げちゃう。で、小林秀雄先生は学生時代からそのピアノの名手、作曲家なんですけど、ピアノがあまりにもうまいんで、もうみんなから引っ張りだこで伴奏を頼まれるわけですね。で、どんな調子でもですね、一つの楽譜を見て何調でも弾けるんです。ともかくピアノの名手で、ですからこのカラマツの楽譜も何班も出てるんですが、班が出るたびに伴奏が違うんです。自分でどんどん直しちゃうんですね。ですから黒尾さんもどの番ピアノ出版されて弾けばいいかなって、でこの前僕が新しいのを出したら、こんなのが初めて弾くって言って、で元のピアノ伴奏に戻したんですけど、そのぐらい名手なんですね。でこの歌は何年か前に私がラトビアに日本の歌の指導に行った時、ジンタロスという日本にも何回か来たことあります、世界を回ってる合唱団があって、そこが、カラマツをレパートリーしたいっていうんで指導していきました。やっぱり外国人にとって日本語がとても難しいようで、かなり苦労してましたけど、今おそらくジンタロスのレパートリーとなって、おそらくヨーロッパで各地で歌われていると思います。ですからこの歌は日本だけのものではなくて、今世界的な名曲になっております。カラマツを歌います。Oh, my God.
昔になりますが、詩人の西岡光秀さんがこうボロボロになった楽譜を私に渡してくれまして、この歌は自分が作詞、西岡光秀さん自分自身が作詞をして、木村春夫さんという方が曲をにしてくれました。石臼歌という歌です。木村春夫さんは在日二世で、この曲を作曲してしばらくして、ご両親を日本に置いたまま主義主張を表明する北朝鮮に行きました。まもなく私は今平壌での劇場でピアノを弾いておりますというお便りがあった。それ以後音信不通となっておりますが、朝鮮民族特有のアリランに共通する哀愁味のあふれた歌であります。石臼歌を歌います。Bye-bye.